隣の言葉が多分リスニングしてたのかな。分かってもいました。分かってがね毎年あるんですよ。分かってメンバーはいた。あーいましたね。うわ困っちゃってる。東大始まりました、はい、もちつチャンネル出るかもちつさんチャンネル出るか分かんないですが、いや東大受験お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした、はい、まだ結果は出てないので、はい、何とも言えないですけど、あと3日後か4日後に出ます、はい、大変でしたね。いや4回目またあれやりますか、うん、去年と同じように受かったバージョンとダメだったバージョン。やりますか。おめでとうございます。やりましたね。長かったし本当に長かった。いや本当、いやよかった。いやありがとうございます。そうですね、いや本当に長いられます。ダメだったバージョン、いや残念でしたね。ちょっと無理っす。僕あそうそう、やだもうやだ。どっちになってるか分かんないですからね本当に。はい、ドラゴンホリエでね、またあれまで結果発表、ね、はい、結構だから不思議な、はい、たわしどうなったんだって僕のところにもコメントがいっぱい来て、森出先生のチャンネルも来ました、ね、上げてなかったじゃないですか動画。そうですね、あの辺アベマのちょっとそこは情報解禁までそうですね言えなかったんで、だから動画止まったじゃないですか、はい、たわしさんの、はい、だからみんなどうなったの、はい、いやちょっと申し訳、消えたのかみたいなのが、ね、逃亡したかここでここに来てっていうのを、ね、はい、すいませんでした、はい、ちょっと消えたんですよ、はい、一言二言でも上げればよかったです、はい、本当皆さんの愛が応援していただきありがとうございました、はい、それで、まあ、メンバー集まって一応全員集まる予定になってるんですか。そうですね、これまだ撮影前なんで一応その出演者のところには何か書いてあったんで、おばんどうさん会うんですか。いやおばんどうくんだけなんか、うん、いなかったな。いやおばんどうくんは、うん、多分もう芸人も辞めて、あそうだ、はい、もう一般の芸能人じゃない。そうなんです、そうだ、それ言ったら僕もなんですけど。そうだまあ僕はなぜかそういう、そうだおばんどうさんね、もう一般で今はそうですね、僕が知ってながら教育関係の、はい、まあ、塾かななんかやられてってるってことなんで、多分そういう関係出てなかったと思うんですけど、なるほどなるほど、和知さんとか、はい、そうですね、和知さん当日来てくれてましたね、試験当日に。え試験当日も、はい、あのはい前で、そこで久しぶりにお会いしましたよ。へえ、なんで俺に気があったんかと思ったんだ。そうですね、今まで僕は個人的にチラチラね和知さんのインスタグラムを確認するぐらいだった。一方的にそういう感じで情報は見てましたけど。そうだった、ね、久しぶりにお会いしました、ね、まあ当然カメラ回ってたわけですもんね。回ってましたね、当たり前ですね、カメラ回ってないで和知さんがいたら、はい、勘違いしますよ。そんなそれは本当リアルな感じです。ありがたかったですね。じゃあその辺のことはじゃあ見てる人いたんですね、はい、受験生たちはそれ見てたんですね。見てたと思います、うん、分かってもいました。分かってがね毎年会うんですよ、同じで。あの2人もう風味暴れすぎたんですよ、あの場所で、受験会場で。そうモンスターみたいな、本当に迷惑系 YouTuber みたいな感じ。いやでもなんかいいことすごい言ってたかなところもあったんで、さすがだなっていうふうに思いましたけど、すごい声大きいし目立つ、とにかくまた会うんかと思って。毎年会ってるんで3年ぐらいかな。あともうあの辺なんかそういう受験系の YouTuber の人たちいっぱいいるんだ。いっぱい会いました。へー、ソーダくんとか。ベテランチは、ベテランさん会わなかったですね。あベテランチはでも、はい、受験会場に一番早く来てくれるみたいなの見ましたよ。そうそうそう、はい、の誰だ、去年が一番遅く来るんだ、はいはい、だからちょうどもう早い時間に、じゃもういなかった、いなかった、いろいろいました。で声かけてもらいましたし、ああいろんな人に、はい、勇気づけてもらいましたね、同じ受験生の立場。数学が多分得意な子が、はいはい、1日目終わった時数学受けたんですけど、はいはい、いや僕でできなかったんでタワスさん大丈夫っすよみたいなこと言って、微妙な励ましだな。できなかったって、もうお前できなかったの。多分数学得意な子で、僕勇気づけるために、はいはい、明日タワスさん得意な世界史だから、ね、絶対そこで大丈夫ですよ、手厚かないんで数学みたいな感じで勇気づけてくれましたね。分かんないですよ、本当はよく俺全然勉強してねえよっていう人と同じパターンかもしれない。マラソンとかで、マラソン本気で走るみたいな、期末テストとか中間テストで、俺、はい、昨日全然やってねえんだよとかって、あるあるやってて、ね、めっちゃできるみたいな。そうか、僕優しい子だったけどな。、はい、表現の仕方あれだった。やっぱ目立っちゃいますもんね、まあ、去年はね飯田とかいてね、受かってメンバーはいあいましたね、ちょっとゼロくん、ゼロくん、あグラさんかけてるんですか中で。いや素顔でしたよ。素顔でしたよって、素顔でも分かる。あなんか僕気づきました、でも分かりました、多分素顔だとグラさんかけて途中で脱いんだろうかな。脱いだ、取った、あの挨拶の時にこう、あ
だったかな。いや違う、さすがにかけてなかった。さすがにかけてなかったとして、うん、他のメンバーには会うの？他のメンバー会ってないですね。あれ去年のメンバーもいたんだよね、シゲとか。ああすれ違ったかもしれない。うん、すれ違ったっていうか、あっみたいな感じだったかもしれない。あっみたいな感じでお互いやることがあって、ああお互い、はい、一瞬みたいな。なんでそんなことするんですか。いや朝倉未来よく見てるから。いやいつの時は一人でも減らし。いやそこで発揮しないっすね、その感じを。まあ4度目大変だったということで、ね、だから怖くてもう自己採点とかができなかったですね僕は。いや絶対怖さがとんでもないと思いますよ。これ坂上くんやりましたけど、はいはい、まあ坂上くんですらやっぱもうものすごいやっぱり不安で不安で自己採したくないってすごい言ってたんで。いやそうなんですよ、多分めちゃくちゃできたらしてもいいなっていうふうに思ったんですけど、うん、手応えあんま良くないところが結構あったので怖くて、まあ今もちょっとしたんですけど、はいはい、ちょっとして、はいはい、まあさっき英語添削とかしてもらって、ね、はい、ちょっとしてちょっと間違ってて、うわマジかやめとこう、あうわここ間違ってる、あそう、ね、っていう感じですね、リアルな感じ、うんうん、実際どうだったんですかその敵感じ、感じあと自分がこの、はい、受けてみて全体の感じ、感じなんか聞かんわ、はい、感じでも1個間違っちゃいました。あ間違っ、毎年間違っちゃう、どうですか世界史日本史いけたんですか。世界史日本史はですね塾で習ったところ大論術のところ、はいはいはい、もう予想がバッチリ出て、おお経典塾さん、はい、大論術、大論術は本当にバッチリ受けました。何についてやったんですか。トルコ、トルキスタン、はいはいはい、結構マイナーな地域で、はい、多分教科書に書いてあるんですけど、うん、結構バラバラに記述してあるんですよ。ほうほうほう、でそこをなんかまとめて出されると、はい、結構大論術で出すの結構大変だなっていうところをすごい予想してもらってたんで、うん、そこはかっつりしっかりかけて、ユーテラでもトルキスタン、はい、この間話ちょっと出ました。トルキスタンちょっと出ました、出たんす。今イスラム史が流れてるんで、あなるほどなるほど、よかったかなっていう、来たみたいな感じ、来たですね、これは点数取る、これは来たみたいな、そうもうガッツポーズ頭の中でするぐらいの、はい、ただ他の教科がもう世界史だけが良かった、世界史だけかな。数学はやっぱ辛い、まあ、今回難しかったんで、数学点数が来たんでできなかったですね。本当に解放思いつかなくてペンが動かないっていう時間がすごい長くて焦りましたね。大体そんなのないんですけど、どっかしら部分点とかすぐ取れるってところが毎年ちょっとあるんですけど、うんうん、今回それがなくてちょっとねかなり苦戦しましたね。去年は僕割と数学苦手にしては割とできたんですけど、はい、今年はもう本当にもうお手上げでした。だから数学終わった時点でどう2日目立て直すかっていうところが、もう本当にそこに神経使いました。なるほど。国語はどうでしょう。国語はよく分かんなかった、解いたと。難しかったです。でちょっとなんか傾向変わったらしくて、そう、はい、なんか現代文とかも結構なんか評論文とか今まで忠実に本文にのっとって大体、はいまあ、抜き出しはもちろん良くないんですけど、うんうん、結構その本文に書いてあることを根拠を沿って書けば OK かなっていう感じだったと思うんですけど、なんかそれがちょっと変わったり、ちょっと補って自分の言葉で書いたりとかしなきゃいけないかなっていうところも出たみたいで、ちょっと多分難しくなったと思うんですよ。で古文も多分去年もちょっと難しくなったんですけど、で今年も多分難しかったなって気しましたね。やっぱそうなんですね。いや古文がね割とできたかなと思ってたんですけど、はい、答え見たらちょっとかなり間違ってた。そうなんですね。だから今ちょっとへこんでる最中ですよ正直。はい、でも結果は出てますからね、はい、そう。ただもう先生方に本当申し訳ないなっていうことですわ。いえいえって僕は言っておかしい。国語関係ない。先生は本当でもいろいろこうお仕事とか、まあ、YouTube 関係で支えていただいて。そうそうですね。で本当にちょっとあれ今合ってないけど。そうそうそう。ああ、ね、さっきねちょっと諸事情があります、はい。諸事情があって合ってないんですけどね。経験塾さんと竹内秀人先生に本当に去年からお世話になって、添削とかめちゃくちゃしてもらってたんで、はいはいはい、多分普通の予備校とかじゃ考えられないぐらいの個別指導塾の強みとか、おなるほど、何百ぐらい持ちしてもらってたんで、それでちょっと本番答えられなかった部分があるかなっていうのはちょっと辛いなっていうところですね。はい、本当に壁は熱いんですね。いや熱いですね。やっぱりもっと圧倒的なやっぱ力をつけ、もう落ちた感じで話してますけど今気づいた、今気づいた、俺落ちたって、落ちたってなってた。もうそうね、もっと圧倒的な力をって言ってるから、まあ、まだ分かんないですからね。いやでも本当に圧倒的な力つけないと、本番でやっぱ僕去年も思ってたんですけど、うん、ちょっとやっぱり発揮する力が落ちる感じはして、うん、英語とかもそうです、数学とか、うん、英語毎回毎年感じるんですよね。英語なんか本番前まで結構自分の中でいい感じかなって思ってたんですけど、はい、なんかちょっと本番になるとリスニングとかもいつも聞けてて、まあ、予備問題だとまあ20点以上は大体取れてたんですけど、うん、本番全然聞こえないというか聞きづらい感じがしたりとか、そうですね、リスニングはやっぱり肝というかだいぶ分かれますよね、意見が。そしてちょっとやっぱ作文大変だったっていうのはね。そうです、作文で思いつかなくてちょっと時間取られちゃ
ゃって他の回と雑になっちゃったなっていうところもあって動画出てますねそちら。どようやくどうでしょうか。あれだから僕教えたことある教材だったんで、はい、あれでしたっけ同志社大学であそこはできたなって思ったんですけど簡単なんですだからその食に関するそう次第のクラスで入ってる教材で、はい、もう1行目読んで、はい、あれって見たことあるぞあれってなって2行目読んで絶対知ってるって思ってそんなことあるんですか、はい、もうすぐ分かったんでこれ来たと思ったけどでも次第クラスの授業なんか取ってないんで普通の東大受験生はまあそうですよねそこで重なることはなかなかないかもしれない出た第1問 A、うん、もう B も同志社だったっていう的中ですか、ね、今年の問題ですかね B は今年の同志社と同じですかねそうなんだ、はい、そんな珍しいですねそうすごい両方とも同志社で出たものがそうなんだ出題されてだからもし関西の人とかね同志社受けてたら超絶ラッキーですもう読んだことあるそうですね内容そのまま、まあ、もちろん優しく東大の方が書き換えられてるんですけどそうなんだ確かに同志社受けてる人は穴埋めの場所も文章同じものだったんであそうなんだそのままババーンって入れてておしまいってなる可能性はめちゃくちゃ、難しかったなと前半って言いました後半そうだ 3問間違って後半2問もうなんか時間がなくて後半結構雑に選んじゃいましたね正誤問題を捨てたのは正しいあれ難しい難しかったですね、あれは難しいです後半は解けるものはあるんですけど、はい、前半はだいぶむずいので捨てるべきですねあれいやあれはかなりややこしかったんで、はい、ちょっと時間もかけないようにしましたそれは正解です持ってるんで、うん、たくさん送られてきた回答で何の印もついてなかったんで、はいはい、正しい判断だなと思いました小説のところは高橋ができました並べ替え、うん、あれは割と簡単そうだリスニングの時に、はい、結構C が割と簡単かなって僕は思ったんですけど、はいはいはいまあ、その選択肢は簡単なんですよ、うんうん、だけどなんかその A、B 結構僕難しい感じでて、うんうん、結構隣の言葉が多分リスニング捨てたのかなっていう感じです、リスニングの時間中に、うん、多分他の回答書いてた感じで、カキカキ聞こえてきたんですよ、はいはいはい、めっちゃ書いてるなって、はいはいはい、メモとかじゃなくて、はいはい、そういう作戦もあるのかってちょぼんした捨てるあのでかい点を捨てるんですねいや分かんないけど僕の感覚なんですけどメモにしてはめちゃくちゃ書いてるなって A と B 終わって B 終わったぐらいからあこの子捨てたなっていうのもあるんですね。で、じゃあ本番カンニングしたということで、はい、これはカンニングになるんですかね。なんかこの音ですよ。なんかそんな気はしました。あ、和訳でも簡単じゃないですか今年。簡単でした。自信ないんですけど森田先生和訳は僕は口開けじゃないんで見てないですそうです見てないんでいやカッコ2とかが難しかった、うん、コーリングとか言うかああそうだコーリングが難しいあれが入ってることによってもうどう訳せばいいんだろうっていう風になっちゃいました、ねうん、っていう使命感ですね、はい、いやあれはむずいなコメント欄でもそう来てて、はい、全然違うので書いちゃったみたいないやそこはなんかもう推測僕なんて書いたのもうちょっとあんま覚えてないです全体的には難易度的には難易度はそのまあリスニングが分かんないんで、はい、なんとあとは正しく判断できないですね今年は知ってる文章だったんであ簡単に思えちゃったっていう、ね、そうそう要約がもう知ってる文章だった分でも去年よりちょっと訳しやすかったのかなっていう優しいと感じました自分自身は去年はなんかどこを要約のメインにしたりがちょっと分かりづらかったけど、はいはいはい、今回はなんか大まかに主題は分かりやすかった、うん、そうですね分かりやすい食にいろんなものが伴うっていうので、はい、それで、まあ、でも悔しいな、まあ、小説も去年より読みやすかったあそこがなんか結構説明のところが結構書きやすかった気がします、はいはいはい、去年より場面が浮かびやすいと思います去年より女の子がおてんばというか、 なんか男の子のことをやっててジェンダーをめっちゃ出るんで確かに確かにテーマっていうかそれがはっきりしてましたね去年はなんか最初具体例でよく分かんないことが何後半ちょっとずつ分かってくるっていう、はい、まあでも手応えも良くなかったねまあどうなってるかきついな、はい、もう分かってるんですもんねそうですねこの動画が出てる時にははい皆さんまあ笑ってくださいよいやどっちの意味でもねよかったらどっちの意味でも、はい、終わったらまたあの動画撮ることにならないといいなとか4月からどうするの動画また撮らないとなんか落ちたらすればなんかあバンジーだバンジーそうだバンジーちょっとめんどくさいですよね正直僕は全然受けますけど、まあ、僕のチャンネルで勝手にやるっていうのもあるかもしれないですしょうがないです、はい、僕が勝手に撮ってきて森田先生にいや僕は見に行きます僕飛べないけど森田先生も飛びます僕は高所恐怖症なんそんなこと言ったら僕もですよ怖いっすよ高所恐怖症かなりの程度のってことですかいや高所恐怖症だけど飛びましたよ僕バンジーはやりましたえいつやったんですか YouTube オーストラリアでやりましたオーストラリアで、はい、あその時は YouTube はじゃなかったやってないですやってない今だってバンジーって言っただけで僕手汗がもうびっしょりですからでもやってるんですよそれぐらい怖いんですじゃ森田先生も一緒に飛ぶっていうことがいやそれはねあのねこういうこと言うと期待する人が絶対出てくるから飛べないから本当に今考えただけで手汗がすごいぐらい本当にバンジーを真面目にバンジーどこでやる
るんでしたっけ、なんか高い吊り橋みたいなので、高架、ね、なんかそうですよね、橋の上とかで川に落ちていくイメージあります。今手と足の汗がすごいですね。一緒です今これを話してるだけでもそれぐらい怖い。初めてじゃないですか、英語講師でバンジー YouTube で飛ぶの。 YouTube なんてだからもう飛んだからYouTube ではもう飛んだから、 YouTube は嫌です、嫌です、嫌です。あのね、じゃあね、安子先生飛びたいって言ってたから、はい、安子先生あ飛んでたわもう、はい、安子先生すごいですね、飛びたいんだ。飛びたいはない。じゃあ守手先生は分からないですけど、はい、まあまあまあ、じゃあそうです、頑張って、はい、タオさん GoPro とかつけて、はい、すいません本当なんか受かってたらお寿司ということで、そうです、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。これね、後ろにバンジー交互期待って出てるのか絶対寿司って出てるのかね。サムネ用にこう、はい、田さんが驚いてる感じのなんか、映っちゃってる。あ、いいですね、はい、はい、すごいです。ここだけ得意かもしれない、はい、顔はいい、サムネ向き。